さあこの時間は12月1日土曜日に開催第13回静岡市長対抗駅伝に向け参加されるチームの方々に電話をつないで意気込みなどを伺っていきます。さあ3回目の今日は牧之原市チームの登場です。牧之原市チームの監督は山村茂さんにお電話つながっています。もしもし山村さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。さて駅伝スタートまで2ヶ月を切りました。どうですか、準備などは順調ですか？はい、今のところ順調にいっています。そうですか、去年は、この牧之原市チームナンバーカード18番は忍ぶ19位、2時間24分22秒という記録でしたが、改めて1年前の戦いを振り返るといかがですか？そうですね、10回大会とまあ同じ19番でありましたけれど、チームのタイムは1分33秒と更新したので良かったと思います。うん、現在13回大会に向けて頑張ったと思います。非常に1区の徳川菊川高校3年生の川島遥さんからこう、ある程度の知識位置につけられたなっていう感じはありましたよね。そうですね、はい。さて、毎回の傾向チームの特徴を牧之原チームとするとどんなところですか？はい、練習は、まあ、週3回と変わりありませんけど、まあ、現在ペースを行っているわけですけど、全体のペースアップが、まあ、図られているということで、レベルアップはされていると思います。また、土曜日曜日も練習を行っていますので、全体の練習量はかなり行っているのではないかと思います。そうですか、はい。まあ、チームの特徴としては、まあ、どこもそうでしょうけど、選手と保護者がまた一緒に走って、しっかり研究して、いるんですよ。うん、ですので、チームワークはどのチームにも負けられませんね。あ、そうですか。非常にその、はい、山村さんも、なんていうんですか、こうチームの一体感といいますか、仲の良さというのはやっぱり感じますか？はい、感じますね。私も一緒に小学生と走ってるんですけど、チームワークはいいかと思います。そうですか。はい。さて、もちろん今年もより去年以上のという思い出があってということだと思いますが、はい、チーム作りの状況ということで言いますと、この2ヶ月を切った段階でどうですか、山村さんのイメージ通り来てらっしゃるんでしょうか？まあ、横を見ればキリがありませんけどね、まあ、先ほども言いましたように、年々レベルアップは図ってますので、また、昨年のタイムを1秒でも2秒でも更新するようにできればいいかなと思います。そうですよね。どうですか、今までのところその、まあ、こう離脱をしてしまうような選手というのは特にはいない感じですか？そうですね、まあ、怪我とかありますけれど、それなりに頑張ってやっております。うん、そうですか。まあ、そんな中、どうですか、もちろん全区間大事だと思いますが、特にこのあたりの区間の、特にこの年代のこう選手たちの頑張りに期待したいなというのはどのあたりなんでしょうか？高校生、まあ、先ほども言いましたように1区をやりました川島さんが昨年今年卒業しましたので、まあ、今年新たに高校入ったのが1区やるわけですけど、そこら辺は頑張ってもらいたい。それとあと男子も今まで一番充実しているのではないかなと思います。お、そうですか。うん、はい。で昨年、まあ、うちのところのエースが故障で走れなかったんですよ。ですので今年はその屈辱をバネに頑張っていただけるかと思いますね。うん、なるほど。まあ、でも、はい、そういう思いを持ってね、スタートラインにね、つく、ね、選手というのは本当にね、こう力を発揮してくれるね、可能性というのは本当にありますよね。そうですね。ぜひそうなってもらいたいですね。うん、今、はい、このチームはキャプテンというとどの選手なんですか？キャプテンというのは40歳以上の藤田君がキャプテンをやっております。藤田さん、去年もね、出場6区で走ってますが、はいはいはい、どうですか、この方は非常にじゃあ、こうチームをまとめたり、こう、はい、若い選手に声をかけたりということをやってらっしゃるんですか？そうですね。率先して中学生を引っ張る、そういう練習をやってますので、うん、また今年も昨年以上の記録を出していただけるんじゃないかなと思います。そうですか。はい、やはりこうしてこう、まあ、若い年代の指導をやってらっしゃると、やっぱ例えば卒業してもずっとこう、陸上を走り続けてるよっていう話を聞くと嬉しいんじゃないですか？そうですね。確かにその通りです。で今年3人大学行ってまた陸上を続けてるんですよ。はい。その人たちも出れたら出たいということで言ってますので、まあ、その人たち3人も楽しみですね。うん、あ、はい、なるほど。それは去年出た選手たちですか？はい、それこそ川島さんであったり、まあ、岡村さんとかそういう選手たちですかね。はい、そうですね。はい。うん、そうですか。
さあ、牧野原市のね、皆さんも期待をしていると思います。では、改めて、2ヶ月後になりました、駅伝の目標をお願いいたします。はい。昨年も前半は牧野原市の名前を言っていただいたんですけど、なかなか手術ぼみという形で、まあ、今年は最後まで牧野原市の名前を言っていただけるように頑張りたいと思います。それには牧野原市の皆さんのご声援がなことになりませんので、よろしくお願いしたいと思います。はい、活躍期待しております。今日はどうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は牧野原市チームの監督山村茂さんにお話を伺いました。来週月曜日は沼津市の登場です。